じゃあエヴァはやっぱかっこいい曲が多いからだな。最後あのおめでとうの時のあのピアノソロあるよね、なんだっけ。最終回って 何かとなんかオープニングテーマをさちょっとバラードっぽく弾くともう最終回になるんだよな。うん、無限大な夢の、うん、あのあれも好きだな、あのなんだっけ、フライトゥーインドゥザムーンみたい、ドゥン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 ル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 ンみたいな、ドゥンでんで、あれ、いつの間にかマイナーからねメジャーになってるんだよな。うん、いやー、やっぱエヴァのね、やっぱ残酷な天使のテーゼが曲として完成されすぎてんだよな。
こいいんだよな、曲として、曲としてマジでやばい。うん、魂のウルフラン、魂のウルフラン、魂のルンルン、こうか。ちょっと勝手に、いやでも俺本当に放送外とかでも普通に弾いて気持ちよくなってるから、うん、てんてんてん、あー雪の花ってどんなんだっけ、こうだっけ、こんなんだよね、thank you.
適当な感じだよ本当に。うん。でんでん最初のあの音を表現したいな。あのなんかちょっとオルゴールみたいな音。なんかで表現できないのこれ。どっかに。おこれだ。これだよね。でこっから。みたいなこんな感じになるな。流れが分かった。最初こっち。こんな感じで始まるよな。